懐かしい、はい、僕の目に優しい車が2台、ありまして、はい、ちょっとそのオーナーさんお名前をちょっと聞かせてください。次元と申します。そうです、高橋次元。これはルパン三世だぞ。お父さんが。ああ、なるほど、なるほどね。そうですか。特攻服ですかこれ。チームのジャンパーですね、はい、特攻服かと思いました。懐かしいですね。いくつなの。自分今23になりますね。23でこういう71マーク2が乗りたいっていうのはどういうあれなの。いや、もう昔からもずっと好きで、こういう車が。そういうのは土地柄。もう土地柄もありますね。お父さんが乗ってたとか。乗ってないんですけど、うん、チャンプロードの影響ですよね。どっちかっていうと。そこはティーンズロードって言ってあげて。ティーンズロード。ティーンズロードでしょ。じゃあティーンズロードで。ねえ、はい、ティーンズロード知らないでしょ。でも、いや、一応知ってますけど。あ、そうですか。いや、これはどうですか。自分的にはどこが一番気に入ってるとか。このエアローですかね。ヤマトのエアロー。ヤマト。はい。ヤマト。ヤマト。ヤマトのエアロー。これがね、このホイールがなんて、マクマクワンです。マクワンね。はい。これがマクワンね。はい。流行りましたわ。これもちろんだからこのまんまなんでしょ、車高も。もうこのまんまで。もちろんそう。もうバリバリ。バリバリですもん。わあ、バキバキになっちゃってましたわ。すごいですよ、はい、こんなけどこんなおじさんでもこの車っていうのでこんな親子ほど離れてても話が合うんですよ、ね、それがすごいところですよ。そもそもだってこの車生まれる前でしょ。そうそう、全然生まれる前です、ね、昭和62年とか3年もね、3年なんで。何年生まれなの。自分は平成11年なんで。平成11年ですよ。小山祭りレーシング、はい、そう、レーシングチームがあるわけ。はい、なるほどね。小山って栃木です、ね、はい。エアロの他には何か。他は自分もともとこの色でやってて、うん、この状態で買ったんで、エアロは自分で塗ってつけた感じなんですね。フェンスポとか。そうです、フェンスポとスクープ、はいはいはい、はい、ある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 。で、竹槍マシンですか。あ、そうです、竹槍は、あ、竹槍はちょっとね、はい、竹槍はちょっと。認識では茨城栃木は竹槍で昼間走っても捕まらない。あ、ね、捕まらない認識なんで。なるほどね。うわ、すごいですよ。カメラさん見てください、これ。これですよ、これ。暑いな。暑いな、暑いな。なるほどね、はい、で、それでお友達ですか。そうですね、同じです。なんかおそろな、まあ、おそろ。いや、こっちは、まあ、マニュアル車なんですけど。オートマのやつ。友達は名前は。名前は。あ、お友達。シンシンです。ゴエモン。シンシンです。ゴエモン。はい。シンシンさん。オソロで。そうです。竹槍ですね。で、やっぱこういう昔の車が。好きです。好き。はい。すごいですね。見てください。ロールバー入ってます。あ、それは自分で作った。はい。鉛筆で作ったロゴ。なんちゃってです。鉛筆というか、なんちゃってです。俺は。あ、本当だ。ちゃんとだ。これプラスチック、はい、もう全然合成なしです。あ、なるほどね。素敵ですね。なんちゃって感たまりませんね。このシフトノブね、ギアのね、これね、僕が幼少の頃から、はい、あのおじさんたちがつけてます。あ、おじさん、すごいですね。だって絶対世代じゃないのに中森明菜です。ここにもいます。ここにも中森明菜。中森、もう中森明菜のお母さんより年上。ねえ。なんで中森明菜なんだろう。やっぱこれも演出ですか、一つの。まあそうですし、曲とかも中森明菜の曲とか流しながらあったり。それはなんで。いや、でも結構割と曲とか好きなんで聞いたりします。中森明菜さん知ってますか。知ってます、はい。なんだこれ、すでに貼ってある。センスいいな。センスいいわこの車。もう今日総合優勝ちゃいます。総合優勝ですね。いやー、すごいすごい。いや、この懐かしいもん見せてもらいました。ありがとうございます。またあのずっと続けてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、小山祭りレーシングさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ナックルズ TV。 こんにちは。どうも、ナックルズ TV でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃこうファンシーな可愛い仕様になってますけど、はい、これ なんで、まあ、このコンセプトっていうのは。いや、人と違った、はい、あの車を作りたくて。なるほど、はい、それでファンシーにした。ファンシーっていうか、はい、あのやっぱその自分とのギャップみたいなところを狙った。あ、まあそうですね。まあ無理やりね、言いましたけどね、はい、
ちょっとこれすごいんで。これそうです。BM の。BM でしょ？やっぱり。これ本物。本物の BM なんですか？はい、へー。のグリルを買って加工して。なるほどね。はい、BMW のねやつですよ。ご本人的には一番ここ見てよっていうところあります？ここ見てよっていうのはやっぱ急行の両面エアブラシ。そこですか、はい、安室ちゃんと、ええ、いやこれまた昔ビップカーでめちゃめちゃ流行ったんですけど、こいつもともとビップカー乗ってたんですよ。あ、そうです。あ、そうなんですね、ええ、あ、じゃあその頃から大林さんと。そうです、大林さんとは知り合いです、はい、なるほどね、はい。いやー、そうですか。これ、はい、あの中も大丈夫ですか？これ、あ、中も。これも中、内装すごいですね。あ、ちょっとまだあれなんですけど、はい、中途半端なんですけど。中途半端には見えませんけどね。これね、このほら内張りのところもね、このキラキラすごいですね。これはご自分でこうしてくれって考えて発注するわけですか？はい、天井も全部。あ、天井、天井すごいですよ、ほら。天井なんだろう、これ。おお。あと、ブラックホールのやつと。すごいですね。これからもなんかやろうと思ってます？あ、これもう12月からフルリメに入ります。はい、フル？はい。やっちゃうんですよ、ね、やっとあのハンドルカバーをハンドルに変えるんですよ。ナックルズ TV。続いて。こっちなんかバック。あ、これも。ドレスアップ、ゴールドレスアップ。あ、オーナーさんですか？オーナーさん、やっぱりそこは。これもやっぱりかなり加工してあるんですか？かなり、ワンオフで。ワンオフで。多分差し色でこう入れてんだろうなと思ってますけどね。赤だけだと飽きちゃうんで。いやー、でもこの軽トラさん、すごいですね。今、軽トラね、いじってやる人多いですもんね。うん、軽トラブームといってもね、はい、過言ではないぐらい。これ、ベース車は、はい、ハイゼットジャンボです。あ、はい、ジャンボ。すごいですけど、これ全部ワインレッド。いや、あのレクサスの赤なんですけど、ラディアントレッドで。オーナー線的にはどの辺が一番、はい、ここ見てよっていうところ。このカスタムフェンダーとか、はいはい、あとホイールのこの色ですか、はい、ちょっとこう虹の感じがね、はい、好きですね。このこういうやつが売ってるのかな。そうですね、ワークのやつなんですけど。へー、こういう風になってるからちょっと高いんやんね、確かね。あ、そうなんだ。いいなと思って、ああ、ショープロさんで作ってもらいました。へえー、すごいですね。フェンダーマルト。これマフラーはなんかうるさい感じな。いや、一応太鼓付きの、まあちょっとうるさいですけど、直感ではないです。これいつも思うんですけど、この荷台って何に使ってるんですか？一応荷物入れたり。一応通勤車なんで。あ、通勤車。これで通勤ですか。いつでも改造車乗りたいんで、自分は。なるほどね、はい、乗っちゃいます。じゃあですね、これはどこに入りましょうか、大林さん。これはもうおでこちゃいます。おでこ。あ、結構、あ、いけ、ちょうどサイズ。そうっすか。じゃあこのおでこに貼っていただいて、はい、毎日生活していただければ嬉しいと思います。、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。